どうもというところで、皆さんはこれはすごいねこれは決めましたでしょうか。SS レア勧誘チャレンジというところで決めました。アイドルを私まだ決めてなくて早く決めないとちょっと信頼度集めがね足りないんですけれども、非常に悩んでおりまして、いやちょっと今回の動画ではね、動画を撮って強制的にちょっと決めにかかろうかなというところで本日は動画を撮影しております。はい、まあといっても候補自体は実は絞りきれてまして、まあ今回はね、担当アイドルの方をちょっと選んでいこうかな。担当アイドルもしくは、ごめん、担当アイドルだけじゃないわ。ちょっとまあ、いろいろとね、集めて、候補がいるんですけれども、まあちょっとね、一人ずつお話をしていこうかなというところでございます。まず一人目でございますが、島村うずきでございますね。まあステージオブマジックというところで、私これ持ってないので、ここのうずきすごい好きなんですけど、これをちょっと普通にやっぱりこう担当としてね、一番手担当としては欲しいなっていうところが一つ。そしてもう一人なんですが、これ名前であれなのか、名前でこれ絞り込めないのアイドル検索か。そしてもう一人なんですが、フレちゃんになりますね。こちらですけれども、アベニューモードのフレちゃんでございます。これ、特訓はどんな衣装？ちょっと待って。なんでフレちゃんを欲しいかと言いますと、フレちゃんはですね、1枚しか私持ってないんです。なんか、ブロードウェイのミュージカルの会場にいるみたいなやつ。実はあれしか持ってなくて、だから、なんていうんですか、それ以外のフレちゃんが欲しいなというところで、ちょっとフレちゃんの方を、選びたいかなとも思ってるわけですが、ちょっと特訓後の衣装見ますね。まあスマートフォンなんだけど。これじゃない。いつもね、使ってるサイトはあるんですが。アベニューモードってやつですね。アベニューモード。これか。あ、いいね。やっぱこの黒目の衣装になるわけですけれども。あ、いいな。これ欲しいかな。ねえ、いいな。で、次が、次の候補が、ひなこさんですね。まあ、ひなこさんも、あれしか持ってないんですよ。で、最初月の限定しか持ってなくて、欲しい理由が、フレちゃんもひなこさんもそうなんだけど、MV に合わせる衣装にしたいときにね、一種類だと厳しいんですよね。特にひなこさんは、なんていうの？正月衣装なんですよね。なんていうのかな？なんていうんだっけ？着物かな？あれ、振袖じゃねえ。なんだっけ、正月に着てるやつ、なんて言うんだっけ。それなんですよ。だから、乏しいっていうか、合わせたい時に厳しくてですね、なかなかちょっと、これも厳しいと。フレちゃんもフレちゃんでね、結構広がりの大きいドレスだから、なんかね、難しいんですね。で、4人目なんですけど、リアムですね。リアムなんだよね。なんでリアムかって言ったら、ユニボじゃねえ、ユニクス、が、赤リング持ってて、で、スカチケでアキラさん撮ったんですよ。で、そうすると、リアムだけ持ってないんで、リアム撮っとこうかな、とも思ってて、で、うずき、欲しい理由がさ、うずきね、ワンチャン全部 SSR 揃えようと思えば、実は揃えられるくらいまで来てたというか、どこで見んだっけ
アルバムじゃなくて、なんだ、どこにいんだっけ？なんか、あれ？アルバム？アイドルノート？あれ？なんだっけ？あれ？プロデュースの、これだっけ？これだね。SSR、ここからだよね。まあ、全然持ってなくない？ウズキの SSR ちょっと見よっか。まず先ほどのステージオブマジックで、あとフェス券、ブランですね。で、あとはハロウィンのやつ、メイドの衣装の。で、フューチャースペースが次なので、実はこの、今このあるスカチケとか全て駆使すると、ウズキの SSR 揃えられそうなんですよね。メモリアルガシャの天井とか、そういうのを含め全て駆使するとね、いけそうなんだよ。あー、だからどうしよう。力を合わせませんかって言ってくれる人がいるの。素敵ですね。決めた。ウズキにしましょう。うん、なんで。やっぱちょっと一番手担当は全員揃えたいわ。なんかまあ正直これからのスカチケを全部買ったらっていう想定なんですけど、まあブランに関してはいつか出んじゃねえかなと思ってて、まあどうにかなんじゃないかなっていうところで、うずき選んでいきましょう。フリちゃんはね、最悪今まだ私買ってないんですけど、フェスゲンのメモリアルスカチケ、7周年のあれ買えばフレデラモード欲しいんですよ、フリちゃんは。だからそれでもプリちゃんは手に入るしさ、ひなこさん別に、あれ天井で手に入れたから、まあもう少し、ね、あれ一枚で頑張ろうかなと思うし、リアムはね、工場だからいつか来んじゃねえの。というところでちょっと、うずき選んでいきましょう。うおい。これで、ゲットと、そしてレアのうずきももらえるというところで、じゃあね、あとは信頼度をね、上げていこうかなと思います。というところで、まあこんな動画にご付き合いいただきありがとうございました。まあ別にチャンネル登録しろとは言いませんので、この動画ではね、もちろん他の動画ではしてほしいんだけど、この動画では言いませんので、はい、よろしくお願いします。どうにか信頼度マックスしましょう。ありがとうございました。バイバイ。